閉めてもらっていいですか。三次会です。はい、三次会の。そこそこの時は顔色でんかったんだけどさ、出るようになっちゃった。うまいね。うまいね。やっぱつまみがあると酒が進むわ。うんぽ飲みきれるじゃん。いやマジじゃん。いや、いけたね。これうまい。うまくね。うん、うまいっしょ。うまい。お腹いっぱいだったのにやっぱ食べれちゃう。ブリライコンはまだ終わったね。なんかトークテーマ決めるとするじゃん、うん、そのトークテーマにさ沿って喋るのむずくない？むずトークテーマ出題しろと振られた話さっきしたわ、うん、さっきライブ配信でしたから振られた話は、うん、なしに例の存在信じますか？これ話広がらんからなし、うん、大体プレゼントなんかどうしよう。二股吐けたことある？ないから次、うん、よく見るテレビ番組はもうテレビ見ないから次、うん、一生できるあ、いや、うまビール。ゆめのためにこのパッケージにしたんでしょ、札幌さん。じゃあ、いいか。じゃあ、三次会に。乾杯。うまい。うわ、うまの味するわ。ゆめのぶり大根。しょっぱい。ほんと？食べ進めるとしょっぱくなっていく。うんでも酒のつまみに、はあ、てか今日ずっと食べてらん？うん、そうだな。2時からノンストップだよね。うん、合コン行ったことある？ある。マジ？うん、何だよ。喋んなさそうだよね、合コン行ったら。うん、喋らんね。もぐもぐ飲んで帰れそう。うん、もくもく飲んで、ゆめちゃん酒強いねって絶対言われてんで、あ、はい、言って終わる、うん、なんか、ゆめのがさ、いろんな男性と女性と飲んでる姿はマジで想像できないね。だって飲まんもん好きじゃないから、うんうん、コミュ障とか関係なく普通に嫌。うん、うちら一人飲み派だもんね。本当に強がってるとかじゃなく、マジで一人飲み派、うん、何が一番嫌だ？カカオココ。あ、もう間違いないって、うん、本当にそこだよね。その子が食べそうなおつまみを頼まなきゃいけない感じがするのが嫌。あ、なるほどね、うん、この子くせ者苦手だからなとか思って考えるのが嫌。やばい。あ、本当だ、いい出てる。やばいでしょ。いい出てる、珍しい。こんなに出てるのあんまない。いい出てるね。もう5時間食べ続けてんだから。すごい。僕も思うよ、飲んでる時ってさ、マジでしょうもない話してるのも楽しくない？どっち派？しょうもない話をするか、うん、重たい話とか。しょうもないだよね、うん、本当にさ、仕事の話とかさ、先生の話したくないよね、うん、たまにはいいけどさ、やっぱくだらん会話してる時の方が幸せよ。くだらん会話していい？うん、蚊に噛まれてさ、書くじゃん、うん、で、書いた後にさ、なんか透明の液体出てくる。うん、あれを乾いた後にパッて取るのが好き。怖くない？乾くまでポイってしたことない。嘘、あれ何回も出てくるんよ、取ったら。え、出る出る出る。そう、ある程度期間が経つまで。あ、さ、変な癖なんだけどさ、はい、何でも結構匂い嗅ぐんだよ。あ、うん、臭い匂いとか、うん、例えばだけど、じゃあこうやって卵かけて嗅ぐじゃん、うん、で、こうやってわかる。最悪なのか、自分でパンツの上から嗅いだ後にちょっと嗅いだりする。ない。ない。嘘。ないよ。ないけど、足の爪のなんか汚れピッとって捨てて。あのさ、臭いもの嗅ぐ人あるあるんだけど、流れるように。しかもさ、なんかさ、こうやってやったの。バレないように書くんだって。なんか書くふりとかしてさ、匂い嗅いでくる。あるあるある。でもさ、この匂い癖になるんだよね。そう、癖になる。わかるわかるわかる。本当に嗅いじゃん。かなりわかるわかる。おお、はい、終わった。何のモノマネができる？モノマネコマネ、しんちゃん。
やべ、モノマネマジでできんのよ。コアラしんちゃん見たくない？見たい。もうだ、もっと食いつくから、いくよ。コアラ見って、お願い。いくよ、うん、おい、おい、しんのすけだぞ。もっと良かったのかな。おい、おい、しんのすけだぞ。面白い。あと、もう一個でいくよ。よし。見たくないの、変わる。よし。よし、超見たい。いいよ。よし。おっぱい。いや、もう似てないんだけど。嘘。いや、マジ？それで似てるって誰が言ったの？コマが決めた。やって、あ、出てるって。いや、もう旗から言っとるわ。似てないよ、別に。何ができるのって。レパートリー入れとった方がいいよ。じゃあ、モノマネしたいんだって、自分で。アンパンマンやってみ。僕。うん、違う。みんな、僕の頭、食べてね。ファミマのアイスに抹茶のお酒をかけて。絶対美味しいよね。絶対美味しいよ。おっぱい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 、大丈夫かな。ゆめちゃん、抹茶がね、あまり高くないですけどね。苦い、全然苦くない、甘い、うん、いける。え、うまくない、これ。うまい、いい匂い、うまマジでうまい。おー、いいね。いい感じ、いい感じ。ちょっと割ろうぜ。あ、恐ろしいな。痛いよ。そのとこで割れることある、これ。痛いよ。痛かったね、こまちゃん。よく我慢したね。割ります。お願いします。いっぱいいっぱいいっぱい、おっぱい、おっぱい、ナイスおっぱい。あ、おいしい。そんなのおいしいよ。めっちゃおいしそうだよ。何よ、え、抹茶いけるじゃん。ゆめ、抹茶いけてんじゃん。やばい。雪見のさ、バニラうまくない？最高。すごいんだが。よ、一口いったね。うまい。うまい。マジ飲む和菓子だね。これが 9% って信じられます？ 9% だ？うまい。25% と 9% 32% のお酒なんだから。え、これガバガバいける。やばいよ、今酔っ払っちゃって。そんなのだ、グイグイいくやん。いいね。え、で割る。マジで飲みやすいの極み。え、うまでしょ。大正解じゃない。すごいね。ね、でもコモは氷結飲むとレモンサワーです。うまい。ねえ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 、コモいいこと思いついちゃった。タイ語って知ってる？あ、その人が言ったことの全く真反対語を言う。そうそうそう、はいはい、分かってる、はい、じゃあ例えば美味しいのタイ語はまずい。あ、ピンポン。そういうこと。で、それのあのコモチョビン大学って知ってる？コモチョビン大学のタイ語があるんですよ。はあ、コマチョビンの再利語を答えてもらおうかなと思う。で、酔っ払ってるけど大丈夫かな。はい、じゃあ、ね、あのせえ、考えたから提案したんじゃないんかって。考えてもないのに言うのやめろって。じゃあね、はい、夢野の対義語は、夢野の対義語、うん、ゆいでしょ。うわ、ピンポン。すごい。すごすぎる。ゆいでしかないんだけど、うち妹と信じられないほど似てないから全部違う。
違うよね。でマジ体型も性格も食の趣味も全部違う妹がいるからすごいね。でも妹はすごかった。え、それを正解というよう見るのも何なのマジでも大義語よ。一発目から言ったね。いや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 、すごいわマジさ。おかまそれしかないんかて運動会の最後はやる、言えし、なんかぶっ飛ぶやろ、さっきから運動会の最後は、うん、孤独の水泳。あ何も言っとるな、おめえはポテチ食べたいな、夢の。ポテチもないよ。やだ、ジャーモンポテチとかあるよ。食べたい、いいよ。お腹いっぱい。飲みたくない。うまいよ。ちょっと、美味しそう。やだ、美味しそう。ジャーモンポテト汚いからやだ。え、ごめん。ポテト汚い。ちょっと、ポテト汚い。やば。ごめん、やばいやばい。待って待って。イケメン大福がイケメン大福食っとる。よりかい。食べまーす。うまくない？これ。これうまい。うまいっしょ。混ぜます。全然焦げてないよ。うん、これうまい。魚粉入ってるのいい。いいね。魚粉っていいの？あの、うん、あれで魚の魚粉じゃないよ。うん、めっちゃ濃厚。うん、飲められんかな、これは。だってこの始まりがさ、もう疲れてたんだって。優しくしてよさ。十五時とこだぜ。そうなんだけどさ、マジ自業自得。いいよ、バカ飲みして酔っ払ったなら自業自得だけど、うん、そんな飲んでないのに多分今日より飲んでないよマジリアルに。何やマジでマジでマジで、これはマジ。今日より飲んじゃなくてどう酔っ払うの？分からん。本当に人ってすごいね。人って体調とかさ、環境とかによってさ、うん、全然変わるんだから。やったなって思う。おしゃれ。おしゃー、混ぜる。ご次回乾杯。こんな無限だって。うらやましいか。ダメ、スタバよりうまいもん。いや、間違いない。むしろスタバさん、これで美味しいフラペチーノ作ってくれって感じ。あの、塩おむすびとか買っときゃよかったね。あ、ほんとだね。買っときゃよかった。最高だった。あれ買っといてさ、ちょっと20秒ぐらいチンしてグーッ。ねー、最高だよー。もうおむすびとかしてた。いやー、てかさ、お前気づいたんだけど、うん、これさ、飲めば飲むほどなんか回復していかん？回復してく。なんで？酔い覚める。なんで？牛乳だから、健康だから。あー、カルシウムか。ねえねえ、言葉が思い浮かばなくてさ、うん、もうここまで出てるんでくださいみたいな人いるじゃん。あれってどう思う？頑張れって思うけど。あれ言ってきてみんな必死じゃん。もうここまで出てるんだってみたいな。でもお前ここまでで撮ったらご機嫌言ってんだからなんでよって話。ここまでであれよ。ここまで行くならもうなんでよ。ちょっとちょっと引き出すだけや。もう出てるよきっと。でもさ、ここまで出るのさ、根元どこって考えてたけどさ、言葉ってさ、ここから考えるじゃん。ってことはさ、ここまでそんなだけだって言ってるってことはさ、あのさ、こういうことでしょ。だって、うん、みんなさ、ここまで出てるとか言うときあるじゃん。だってここが一番最初だからさ、ここまで出てるかおかしいだって。ここから来てるから、ここが言わしてるんだって。だからここだと浸透してここまで来てるから、もう出てないとおかしい。そうだよ。マジ心底だからなんやねん。何言ってんの？あ、なんだっけ。困ってんじゃねえ。私ちょっと言いたいことあったんだけど、私ちょっとここまで出てんだけど。いけるわ。いい、すごいよ。よかった。いや、全然いいよ。ねえねえねえ。あるじゃん。この、あの、一番、嫌いじゃない言い方って何だったの？おじいさん。
おもうその卑猥な言葉ってそのまま言っちゃうから卑猥なんだよ。言い換えればいいじゃん。ピッポにしよう。ピッポ、うん、ピッポピッポいいね。で女の子はピョンポにしよう。ピョンポ、あちょっと難しい、ちょっと難しい。ピッポピョンポピッポポンピョ難しい難しい連続して言えんじゃん。ピッポピョンポピッピョンポピッポンポピッピョンポピッポとポンピョ、うん、ピッポピョンポ。おっぱいを可愛く言ってピョンポなんでそんなパプパプパプが多いのなぜだよ。お腹かえてピョンパって可愛い。可愛いけどコマもう何かどういうか分からん。あの、もう飲められません。コマちゃんは限界みたいです。終わった。